おはようございます。3月13日水曜日の朝です。昨日は一日冷たい雨が降りました。今日は朝から太陽が出てくれるみたいですけれども、一雨ごとの暖かさとなるのでしょうか。今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。体を床に預けてください。呼吸に気持ちを向けてください。呼吸で体はどう動いていますか？骨盤をもぞもぞと動かしてください。骨盤の動きをやめて、頭を左右に傾けてください。では、動きをやめて、右を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。でゆっくり優しく左足が右足の上をずっと滑って、顔に近づいたり戻ったりしてください。膝は天井の方に向いていかないで、ずっと床と平行に顔の方に向かってください。戻ったら最初の位置までしっかり戻ってください。この動き昨日やりましたが、今日は膝が顔に近づくときに、顔は天井の、天井ではありません、頭上の壁の方を見ていきます。膝は顔を追いかけて、顔は頭上の壁の方を見ていきます。そして戻るときは、顔は膝を追いかけて、膝は左足を滑って、左足ではありませんね、右足を滑って足元の方に動いていきます。これをゆっくり繰り返してください。膝が顔の方に行くときに、顔は頭上の壁、そして一旦最初の位置に戻ったら、膝は右足の足元の方に動いていって、顔は膝を追いかけます。ゆっくり優しく、大きく動こうとせずに方向だけ、背骨はどう動いているでしょう。
優しく優しく。真ん中に来たら一旦休んでください。そして優しく優しく最初の動き。左膝が顔に、顔が膝に近づいていきます。そしてゆっくりと戻ります。この動きが少し滑らかになったでしょうか。では仰向けになってください。右側と左側を比べてください。股関節の高さ、肩の高さ、右と左を比べてください。足の長さはどうでしょう。では左を下にして横になってください。同じような体勢をとってください。最初は昨日の動き、右膝が顔に近づいたり戻ったり、顔も膝に近づいていってください。はい、その動きを一旦やめて、今度は膝が顔に近づいてくるときに顔は頭上の壁を見ていってください。そしてゆっくり戻ります。最初の位置に戻ったら、右膝は左膝の上を滑って足元の方に、顔は膝を追いかけていきます。そして元の位置に戻ってください。この動きを何度か繰り返してください。大きく動こうとせず、顔が頭上を見ていくときに、この首に負担がかからないようにしてください。頭蓋骨から尾てい骨までつながっている背骨を思い浮かべて、背骨がどう動いていくのか、背骨全体でこの動きをやってみてください。大きく動く必要はありません。ほんの小さな動きでも体は変わってくれるので、安心して動いてください。心地よい範囲で動きをやめて、ゆっくり呼吸をしてください。そして優しく優しく、右膝と顔が近づいたり戻ったり、では動きをやめて仰向けになってください。
床に体を預けてください。今日最初に仰向けになった時と比べて床と体の接地面は変化があったでしょうか。骨盤をもぞもぞと動かしてください。この骨盤の動きが体の他の部分どのくらいまで影響しているでしょう。骨盤の動きをやめて頭を左右に傾けてください。はい、では起き上がってください。はい、いかがでしたでしょうか。すごく微妙な小さな動きですけれども、背骨がいろんな方向に少しずつ動くと体の内側が動いて動きやすくなっているといいのですが、今日はお天気良さそうです。気持ちよい一日になります。すいません、気持ちよい一日になりますように。いってらっしゃい。